こんにちは、渡辺水かです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年2月11日です。はい、えーと、こちらの記事なんですけども、まあ、こちらの記事をね、ご紹介する前にちょっと、あの、朝起きたらね、もう起きるたびね、あの、体のファンの方たちは、あの、電卓片手に起きてるんじゃないでしょうかね。<laughs> あの、朝起きたらね、まあ、今ちょっと94円、ちょっと、これでも落ち着いたんですけども、 あの、目が覚めたら95円になってまして、もうびっくり仰天しまして、それからちょっとパソコンの前に、まあ、かぶりついている時には、ね、この記事を見つけたんですけれども、あの、ちょっと明らかにね、他の通貨と、このね、あの、 え、チャートが読めない私でさえも明らかに他の通貨と違う動きをしているなと、他の通貨に同じ市場にあるその通貨に釣られているわけじゃないんだなっていうことが一目でわかるわけなんですよね。なので、このね、カルダノに一体何が起きているんでしょうかっていう、そのまあ一部をまあご紹介する記事がこちらの方に上がってきました。これは、カルダノトレジャリー hits 189 million dollars, now more than Ethereum トレジャリー。 Ada is coming to Celsius ということで、主にね、二つのニュースがこちらの方にね、あるわけなんですけども、こちらは2021年2月10日に上がってきた記事になっています。で、あの、とても短い記事なので、えっ、ー、と、楽しくね、聞いていただけるかなと思います。 このね、リックさんという方のツイートも上がってるんですけど、この方は、あの、カルダノコミュニティの中で非常にね、有名な方です。一番になるぞって <laughs> 言ってくださってますね。あの、日本語をちゃんと意識してくださって、とても嬉しいです。ということで、早速中身に入っていきましょう。はい。もうね、このニュ,ニュースもね、ちょっとカルダノにとってホクホク、ホクホクなニュースです。では、行きましょう。はい。えーと、では、早速、 タイトルから行きましょうね。はい。カルダノの財務均衡イーサリアムを抜き、1億8,900万ドルに到達。エーダがセルシウスにやってくる。セルシウスっていうのは P2P の,のレンディングプラットフォームを開発している会社で、ちょっと中身見ていくとだんだんね、分かってくるかなと思います。はい。2021年2月10日の記事です。カルダノエーダの財務均衡、財源が日々増大しており、この流れの大きな節目を記録したことが報告されている。 この他、エーダは、ユーザーがブロックチェーン上で収益獲得、借り入、れ、決済に使えるプラットフォーム、セルシウスへの参入が間近との展開もある。カルダのエーダの財務金庫が1億8,900万ドルに到達、イーサリアムを抜き去る。この新たな展開は、熱心なカルダのファンのリック・マックラーケン氏のツイートで明らかになった。この報告によれば、あの、さっきご紹介したね、リックさんですね。 報告によれば、カルダのエーダの財務金庫は今現在1億8900万ドルになっているという、このほか新たな展開として注目すべきは、この額がイーサリアムの財源額を超えているということだ。もうイーサリアムよりもね、ちょっとあの資金が潤沢になってしまっているということです。ニック・マッカーケン氏は、あ、こちらでね、ちょっとあのさっきのツイートなんですけど、こちらですね、こちらでこう言われていることですね。 はい。リック・マー・クラーケン氏は、おはようございます。カルダノの財務金庫は今現在1億8900万米ドル相当になっており、イーサリアムを超えています。とツイートしている。この新たな節目は、カルダノがイーサリアムと真の意味で競合し、この主要スマートコントラクトプラットフォームを打倒するのに最良のポジションにいることを示している。 ということで、あの、この、ま、財源って、ど、どういうふうに使うのかというと、例えば今、カルダノでカタリスト、カタリストプロジェクトというのがあります。これは、あの、コミュニティの方から、あの、こんな機能があったら便利だなとか、こういうプロジェクトをやりたいなっていう、その提案をしていただいて、その提案に対して、コミュニティの方たちが投票するんですね。で、その投票数が多かったものに対して、あの、資金、この財源からですね、あの、資金を投入するという、そういうことになっていますので、あの、プラットフォームっていうのをただ作っただけで、そこに お店もまあ、ア,プアプリがそのお店だとしたら、そのお店がなければお客さん来ないですよね。でもそこに、まあ、お店を作る、つまりあのアプリを作るプロジェクトを展開する、そういうことをやっていかないと採用率が高まらないし、あの価値も認められないということであの、それをやるための資金としてやっぱりねあの、まあ、資金が必要ですよね、当たり前の話ですけれども。でそれがが潤沢にあるしかもイーサリアムが の、あの、額を超えているっていうのがね、もう何を意味するのかっていうことですよね。もうそこにね、やっぱり、あの、とてつもないポテンシャルを感じるわけでございます。では、あの、先に行きましょう。えっ、ー、と、あ、最良のポジションにいることを、そうですね。あの、この、あの、イーサリアムをまあ、妥当いう言い方してますが、最良のポジションにいることを示している。今現在、カルダノは、暗号通貨エコシステムが最も急成長しているコミュニティの一つである。 レディットの体のコミュニティは数週間のうちに突然約15万人にまで成長した。この伸び率は明らかに顕著であるあ。それとついでにですね、このコミュニティが人数が増えてるだけじゃなくて、ウォレットの数もね、急成長してるんですね。ということは、まあ、ウォレット作ってるということはそこに体の枝を入れるために作ってるわけですね。で、体の枝を入れて何をするかって言ったら今、ステーキングやってますので、ステーキングですよ。なので、黙ってても枝の枚数は増えていきます。その上、枝の価格自体が上昇しています。 まますすすっていうことになるわけですよね、まあ、今ね、あの、カルダノエーダが不足しつつあるっていうふうな情報も出ていますけど、これ、煽ってるわけじゃなくて、事実を述べてるだけですので、だからあの、投資してくださいっていうアドバイスではないことを念頭において聞いていただきたいんですが、まあ、そんなふうなね、あの、成長ぶりですね、カルダノが。で、えー、次に行きましょう。カルダノエーダがセルシウスにやってくる。セルシウスネットワークのレディットチャンネルで最近話題になっているのは、 カルダノがもうすぐセルシウスネットワークのプラットフォーム上にあるデジタル通貨の仲間入りをするということである。この新たな展開は、エイダホルダーが収益の獲得、借り入れ、決済をこのブロックチェーン上でできるようになることを示している。ユーザーは暗号通貨で年間利回り最大21.49%、あ、ちょっと、笑っちゃいけないですね。なんかもう本当なのかって言いたくなる。あの、ちょっとね、あの、 え、顔がほころんでしまいますけれども、年間利回り最大ですね、21.49%獲得することができると同時に、年間算利回り1%という低金利で暗号通貨ローンを利用することができる。もうね、目を疑うような数字ですよね。まあ、これを鵜呑みにするんじゃなくて、こういうふうな、あの、まあ、もみというかね、あの、 まこういうふうにもくんでますよということであります。で、えー、報告によれば、この他、セルシウス上でカルダの枝に仲間入りするデジタルアセットはポルカドットであるという,というふうに言っています。まあ、ポルカドットさんもね、仲間入りしますよということで、えー、とこちらにそのね、あ、ごめんなさいね、通貨、仲間入りする通貨がね、このように出ています。あのポルカドットさんも入ってますね。体の枝もあります。はい で、カルダノのエイダの相場。時価総額第4位のデジタル通貨カルダノエイダは、この数時間の間にも優れたパフォーマンスを示している。エイダはリップル社の XRP とポルカドットをしのぎ続けている。この報告の提出時点でエイダは0.7615ドルで取引されており、24時間で約13%上昇している。これはこの記事が、まあ、 書かれた、あ、この報告になってここの記事の提出時点ですね。あの、今はもっとだからパフォーマンスがいいわけです。で、えっ、ー、と、時価総額は、今現在236億ドルである。これもさっきチェックしたら290億ドルぐらいにな,なってました。ということでね、本当にね、テザーがもう目前に迫ってるっていう感じでですね。まあ私、私あの、煽ってるように聞こえるかもしれませんが、ここで注意していただきたいのは、こういう時期にね、ちょっとあの、えっ、ー、と、詐欺まがいの報告っていうんでしょうかね、例えばチャールズさんの画像を使った、映像を使っ あの、ギヴァーへ、エーダーあげますよとか、あの、ここにエーダー送ってくれれば、エーダー増やしてあげますよみたいなね。あそういうも話には絶対乗らないでください。体の関連の、あの、まあ、えっ、ー、と、公式ではね、絶対そんなことはやっていません。あの、エーダーを送れとか、なんかあの、例えば復元ワードを教えるとかね、そういうことは絶対に言いませんので、それは、あの、各自ね、注意されてください。あと、えっ、ー、とあ、スマホの、 あの、スマホ版のダイダロスというのはありませんので、あの、ダイダロスをスマホにインストールしましょうみたいなのがあったら、それね、あの、絶対にインストールしないでください、まあ。そういったね、あの、詐欺まがいの報告も上がっていますので、こういう時こそ気を引き締めてですね、あの、しっかり資金管理をしていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、そのようにしっかり管理していたので、あの、カルダのエーダの方もですね、あの、先ほどの財源、あの、トレジャリーですね、このトレジャリーがですね、えー、っと、 まあ、ごめんなさいね。数字忘れちゃうんです。1億8,900万ドルに到達して、今もまあ、あの、資金が、あの、潤沢にあるという状態ですのでね、あの、安心していただきたいなと思います。あとね、各自、あの、資金の管理の方はよろしくお願いします。あと何度も言いますが、あの、 投資のアドバイスをしているのではありません。なので、あの、ちょっとね、あの、先ほどもですね、今からでもエーダカ枝、体のダ買った方がいいでしょうかっていう質問が、あの、私のところにですね、あったんですけど私、投資素人でありますから、あの、そのような素人にあんまり、あの、聞かない方がいいというか、私も、そのような資格もないのに、投資のアドバイスをするっていうのはできないことになっています。投資のアドバイスは、あの、一切できませんので、ご自身の判断でお願いします。ということで、あの、いかがでしたでしょうか最後まで、 ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。